群れ神社は、長野県飯綱町にある神社。社格は、9号車。境内壺数345壺、宇治子二250個。平成28年お柱祭、里引き新館ほか里引き三列車群れ神社には、諏訪大社の分子者として、竹見中田人が祀られている。お柱は、本来4本の柱を混流すべきであるが、この神社の地形からして難しく、 現在は拝殿に向かって左右一本ずつが混流されている。なお、1900年の群れ神社の風景では、拝殿に向かって左側に2本のお柱が混流されている。また、当神社が長野県のお柱の北限であると言われている。お柱溶剤は群れ盆地周辺の山々から切り出されるが、そこには揉みやつががないため、杉を使用する。 祭典の半年ほど前に山で新館、昆木者立ち合いの元長さ11メートル、直径30センチメートルくらいの杉の木の見立てを行い、その後山出しを挙行する。ご神木の杉は川を向かないで使用する。群れ神社のお柱祭りは、虎と猿の年に当たる7年に一度5月10日に実施される。祭典当日に栄光されるご神木の木ありは、手こまいと、 大手イニシの2種類となっている。乗りとどのには、昭和15年12月15日、後期2600年記念と題した、廃学が掲げてある。全体的に文字が薄く不鮮明である。最初に、元日や、一景の天使富士の山とあり、次に三考と題して、エベ景下、長野足、初、黒川鉱山の三区があり、以下五脚十脚等が続く。 日本の新国としての国体の成果を歌った貴重なものであると言われている。ありがとうございます。